皆さんこんにちは。さあ今日はですね、ZV-1 久しぶりに登場ですね、ソニーの Vlog カムのね ZV-1 とあと、ゼウンのクレーン M3 ですか、これを使ってね、ちょっとこの釧路の郊外歩いていきましょうか。この組み合わせ先月1回使ってきりだったですね。いや個人的にね、この街歩き、もしその高画質高音質とあと手ぶれとかを考えると、なんかねこの組み合わせが一番いいんじゃないかななんて思って今ね歩いています。まあただあの ZV-1 もこのクレーン M3 もいくら小型といってもね、あのアクションカムほど小さくはないので、どうしてもこのセットアップするとき、これ見てください。いや僕のね歩いてるところ、これ分かりますか、周りね何もないんですよ。この辺りは本当にこの工業地帯なんで、お店もなければその公園もないし、ベンチとかも一切ねないんで、床のっていうかね、あの路面でちょっと作業セットアップする必要があって、めっちゃねこう悪目立ちしちゃうんですよね。ちょっとそれが影響してさっきちょっとまあ、怒られたりもしたんですけども、まあまあまあそれはいいでしょう。はい、それではちょっと画面ね、ちょっと正面に向けましょうか。さあそれではやっていきますか。まあさっきも言ったんですが、こちらご覧ください。ここはね、ちょっと下の方に住所書いておきますけども、本当にね何もないこんなに何もない場所があるんだっていうくらいに、一応歩道がねこうあるくらいですかね。でこっちも全部、工場とかそれ系の施設ばっかりなのかな。もう少しねまっすぐ行けば、釧路市の中央卸売市場でしたっけ、確かそういった場所があったはずなんで、まあ、それくらいまでは歩いていきましょうかそしてこれ見てください。もうね人が通らないからね、こんな風に草がね浸食して、多分これ夏とかだったら歩道なくなってるかもしれないですね。今かろうじて氷が張ってあるんでなんとかなってますけども、いやー確かにここはね車でもね通る人は少ないし、ましてや徒歩なんてほとんど見たことないですね。だからね普通に歩いてるだけでも超悪目立ちしてしまいます。まあね釧路市内とか釧路町だったらいざ知らず、この辺りなんて、うん、本当関係者ぐらいしか多分出歩かないような場所なんでしょうね。なんでこう見知らぬやつが歩いてると、まあ、すげえ警戒されるっていう、そういう場所なんでしょうね。ましてやこんなカメラとかジンバルとか、ね、ちょっとおかしい機械を持って歩いてたら、まあ、それはここの一つや二つ言われるかもしれないですね。さてそろそろその建物が、見えるはずですけども、 あれかな、なんか広い駐車場みたいなのがあったんで、多分あれが中央卸売、市場かと思います。こっちの方は何だろう、水産関係の、工場なんですかね。全部あのパレットとか、あのフォークリフトのね、あの木箱かな、そういうのを運んでるとさっき見たんで、多分それ系だと思います。さあ今日の映像はねどうでしょうか。 ZV-1 の方はですね、あの手ブレ補正をオフにして、後でカタリストブラウズそちらの方でね手ブレ補正かけてるんで、まあ画角とかは結構広いと思います。あと一つ言い忘れてました、 ZV-1 のねあのレンズの前の方にね、これウランジかな、ワイドコンバージョンレンズをつけてます。なのでワイコンつけて手ブレ補正をオフにしてるんで、多分ねめちゃくちゃ画角はこれ広いとね思います。まあ、ZV-1 のね唯一の弱点である画角の狭さってところをこの辺で補っていればいいかなって思ってます。まだ僕ね一切映像がほとんど見れてないんで、このね ZV-1 4K で撮るとどうしてもねあの画面がすごい暗くなっちゃうんですよね。 α6500 とかでも確か同じような問題を抱えてたかな。ただバッテリーに関してはあのクレーン M3 ジンバルの方から給電してるんで、まあ、撮影中に突然落ちてしまうってことはないと思います。なんせこのね ZV-1 バッテリーがねすごくこう弱いっていうか、ね、持ちがいまいちなんでね、なんかあれなんですよね、少しこうビデオブログ的なものを撮るの、不安なところがあるんですけども、今のこの組み合わせだったら、まあ、おそらく大丈夫だと思います。あ、そして見えてきましたあれですね、こうして見ると結構広い建物なんですね。ぐるーっと奥にフェンス越しですけどもね、
YouTube とかでパッと探してみましたけども、この辺の映像を撮ってる人はいなかったんで、はい、こんな感じになっています。よいしょ、ちょっと上向けてみましょうか。なんか本当いかにもこのね市場っていう感じがしますよね。ただまあ今日はね休みっていうか赤日なんでやってないですけども、そしてもう車がねこっからこう僕の方にも来てるんですけども、すめちゃくちゃ見られてますね。まあ、しゃあないね、もうこれはね。たまにね声かけてくれたり、する人がいたりとか、あと声かけはしないけども、なんかスマホかなんかで写真撮ってツイッターにね上げてる人がまあいたりするんですけども、まあまあ、やっぱ珍しいのかな。うん、こんな感じのね、卸売市場の、外見をしております今日はまあ正直これをちょっと動画で収めたくて来ただけなんで、さすがに中に入るのはねダメなんで、この外見だけをちょっと見てもらうことなんですけども、どうなんでしょうね、こういうのってあれなんですかね、やってる人だったら一般人の人も入れるのかな。なんか札幌とかにあるね市場とか小樽とかにあるやつはもう花から観光客が口回んない観光客がね来ることを前提に作られてるんで、その一般の人も、まあ、来れるようになってるんですけども、多分この辺は違うんでしょうね。で今ねこっちちょっと壁になって見えないですけども、奥の方に飼料工場とか、あとガスかなんか燃料のプラントかなんかかながあるんですよね。まあ、そこもすごくね夜とかライトアップされて綺麗なんですけども、ちょっとこの辺りが広範施設ということで撮影ができないっていうふうにね言われてしまって、まあ、未だにね撮れておりませんなんかもったいないですけどね、すごく眺めはいいんですけども、ちょっとカメラ持ってね出歩くっていうのには向かない場所ですね。まあそれてしまったらこの街自体がそのカメラ持って向かないほどになってしまうんですけども、まあまあしゃあないですね。さあということで、なんかここでね終わってしまうのもあれなんで、最後はちょっと道を引き返しながら、まあ、最近はちょっとこの釧路の話でも、しましょうか。ちょうどね昨日だったかな、釧路の新聞ちょっとチラ見したんですけども、あれですね、街のスーパーとかがね結構な勢いで今閉店していまして、愛鳥三原店だったかな、それとあともう一つね鳥取にあるね結構昔からある激安系のスーパーがこう閉店が決まったりと、まあすごくこう景気の悪さというか、なんかやっぱねそういうのありますね。で新聞にも書いてましたけども、その理由の一つとしては、まあ、この前も僕動画でちょっと喋りましたけども、日本製紙の釧路工場、まあ、それが、閉鎖したことで、まあ、人が減ってしまって、で、まあ、ちょっと購買力とかが、ね、なくなってっていうこともあったり、あとまあこの新型コロナウイルスの影響ですよね、今のオミクロン株とかでもそうですけども、そういった影響が、まあ、あるんではないかっていうふうに、まあ、新聞では、ね、書いていました。確かにね僕もちょっと前金曜日かな、夜に、久しぶりにちょっと回転寿司行ったんですけども、金曜日の夜6時でほとんどお客さんが入ってないっていう、まあ、状態でしたね。でああいった回転寿司ってやっぱりこう親子連れとか、ね、来ることば想定してたりして、ただ今、ね、学校とか保育園とかでもすごくその感染が広がってるってことで、まあ、そういった保護者の人も、まあ、ピリピリして、まあ、ちょっと外に出したくないっていうふうに話もね聞いたことがあります。いやだからな、これからますますそういったねお店の閉店とか、まあ、そういったのが増えていくのかなって、まあね嫌な話ですけどね、今の釧路のね現状が、すごくわかるね、記事でしたそしてごめんなさい、なんかねさっきからこう蛇行して歩いてますけどもね、下がね氷で覆われてまして、氷じゃないところをね今歩いてるんでね、少し映像がカタカタしてしまうかもしれません。あと多分これもあれですね、ジンバルがね寒さでだんだんやられてきてます、ね、水平は保ってるんですけど左右がねちょっとずつ怪しくなってきました。まあねこういった気温の中で使うような機械じゃないですからね、とりあえず今ねロックモードにして少しだましだまし使っていきましょうか。まあそんな感じでね皆さんのお住まいの地域とかもね、どうでしょうか、そのコロナによってね例えばこう
お店がなくなったとかね、行きつけの場所が消えてしまったっていうことがね、なんかありましたら、ぜひ、コメント欄にね書いてくれると嬉しいです。さあということでですね、そろそろ大きい通りに出るのでね、作成は終わっておきましょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画はね、皆様が何かを参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こういった形で街歩きやっていきますのでね、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。